駒名駅のバスターミナルにはバスの減便を知らせるお知らせが貼ってあります。上鉄バスでは今日から来月29日まで南区の地下鉄駒名駅から川添や藤野地区などを結ぶ路線バス51便が減便されました。減便となったバスの多くは平日の通勤通学の時間帯ということもあり、利用者からは困惑の声が上がっています。アルバイトに行くためにその利用してるんですけど、早めに着いちゃったりとか遅く着いちゃったりとかして大変です。背景にあるのは運転手不足です。上鉄バスでは退職や休職が相次ぎ、これまでのダイヤを維持するためにはおよそ30人運転手が不足したということです。路線バスが減便された別の停留所では、今日からの減便を初めて知った人の姿も見られました。はい、バスがなくなっちゃったんですね。あら。あれ？そうですね、急にあれ知った感じあ、そうですか。いや、仕方ないですけど、ね、ちょうど使う時間だったんでまた、JR 北海道バスでも先月29日から4本の減便に追い込まれるなど、道内ではバスの減便が相次いでいます。そんな中、オホーツクの遠軽町ではバス路線維持のためある思い切った施策を始めました。バスに乗車したらいつも通り整理券を取ります。そして降りるときにこちらにある箱の中に整理券を入れます。ただこれだけで2月末まで無料でバスに乗ることができます。遠軽町が始めたのは2月末までの1ヶ月間、町内を走る2路線のバス料金を無料とするキャンペーンです。町民だけでなく、誰でも無料でバスに乗れます。無料のキャンペーンをきっかけにバスに乗ってみたという人も。いや、ほとんど乗らないですね。車も離さなきゃいけないような年になったので、バスはどこをどう走って、行くのかっていうのを調べるのと、こんなに寄ってくれるとは思わなかったよね。あちこち止まってくれるとは思わなかった。遠軽町の担当者は期間限定の無料バスの狙いをこう語ります。バス利用者掘り起こしっていうのが、まあ存続にも重要なテーマの一つになってますので、バス事業者を支援したいということを考えたとともにですね、町民でバス乗ったことのない人とか、そういった方もいらっしゃいますので、無料バスということでですね、まず乗っていただいて、その後の継続的な利用もしていただきたいな。運転手不足や燃料の高騰、そして利用者減による採算の悪化。地域の足であるバス路線をいかに守るのか、模索が続いています。